えとアメリカの1日の新型コロナにある死者が2157名ということで、まあ、40, 名に1秒あ40秒に1名亡くなるという計算だそうです。でアメリカというのは4月14日に2806名記録してこのグラフからいくと。 エプリルからメインの間にあるこの1回目の黒実践のピークですね黒実践のピークこれ横軸が時間で縦軸が1日あたりのアメリカのコロナによる死者ということになりますねで1回目のピークに迫ってきているっていうことでしょでこれからするとこの紫のゾーン 実践じゃなくてゾーンの上側ですね。上側に近いような状態で推移している。おそらくですけど、アメリカ大統領選挙のあの異常な行為,行為ね、えーとあの、行列をなして投票所に行くとで、郵便投票は絶対使わないとかってね、そういう、えー、アメリカ人の異常な行動 行動ね、アメリカ大統領選挙における異常な行動、そしてその大統領選挙が終わった後に、どちらの陣営もね、バイデンの方もイエーっつってノーマスクでこう密になるっていう行為と、あとトランプの方は、いや、不正選挙、不正選挙っつってこう、ね、マスクもせずに騒ぎ曲がるっていうね、デモ活動をやるみたいな、その異常な状態が加味されてないんじゃないかなと、この、ね、疫学のモデルには。だから この疫学だって外れますよってことなのねで、えー、ある程度のその幅があるでその幅の中で結構悪いケースに、えー、ぶち当たってるんじゃないかなと思います本日令和2年の11月26日木曜日大臣審林会の大浅大師です1日に2157人死亡40秒に1人死亡アメリカコロナ死者2000人超5月以来初めて入院患者も過去多数 あ過去最多っていう,うロイターの記事を見た感想ですね、えー、そういうタイトルでお送りしますサブタイトルとしては北海道の ICU 入出者が114人を超えてると思うしやっぱり旭川市では、えー、入院調整が必要になってた県ということですね日本は数ヶ月かけ,かけて、えー、2000人亡くなっちゃったわけですね、えー、でもアメリカっていうのは1日で えー、新型コロナで2000人亡くなるっていうことですこれはですね、これ想像してみてくださいよ。医療機関、今どういう状態になってるか、ねあのー、もう感染してても症状なかったら働くでしょ、多分んね、えー。葬儀屋さん、どうなってますか、多分感染してても症状なかったらあの働くでしょでで、えー。それでも人手が足りない、どうしてるかっつったら、1日に2ドルで、えー、受刑者が遺体を搬送してるってことでしょ。 だから間に合わないのですぐ遺体が出たら冷凍してそして保管して、えー、その後で、その遺族とかだってもしかすれば感染してるかもしれないからね。 遺族が早期とか、そういうの、にその処理ね、処理って言ったら申し訳ないですけど、遺品整理ですとか、そういうことね、その関連者に亡くなりましたとかって知らせたりね、そういうことをすると、業務っつうか仕事停止するでしょ、周りの人も、亡くなった人だけじゃなくて、亡くなったことによって、周りの家族とかが仕事休むでしょって、それはアメリカ人だろうが日本人だろうが同じわけねっそれ1日に2000人亡くなってみてくださいよ、経済回らないでしょ。今 アメリカの株とかめっちゃ上がってるでしょこれいずれドーンっていくってことでしょ <laughs> 要は。これ時間差でやってくることですよね。実経済っていうのは、これ今、今、止まってますからねってこと。2000に1日になくなったら経済止まるのは当たり前じゃん。ね。そ,その中で、これ緑の点線だと、アメリカ人の85%の人がマスクをしたら緑の点線になります。要は、えーあのー 4月の14日に記録した1日当たり2806名が観測されるのはそれぐらい観測されるのは2月のになるかなぐらい1月中旬から来年の年明けからね。 85%の人がマスクしてもそうなりますよっていうねだけどあの紫の実践とかゾーンもしくは水色のこのね、えー、とんでもない何もしなければ何もしなければこうなりますっていう、えー、やつには到達しないでしょとで緑の実践っていうのはマスクを95%の以上の人がした時アメリカ人がねだから日本人みたいにしたらこうなるでもそれでも上がってるでしょってこれ,それ上がってるピークが、えー、1月のエンドから えー、2月の頭ですよ、で、西村さんね、1個前の動画で言いましたけど、日本の、ね、経済産業省はっていうのは、えー、緊急事態宣言をしてから2週間が勝負みたいな、でそして1週間3 2週間目から効果が出て3週間を見ましょうっていうことでしょ。それって この季節性とかそういう要素、何にも言ってこないじゃん。あるのかもしれないけど、我々に言ってこないでしょ。だから、私からしてみれば、あ、神が降ってきたんですねと、神降,降臨してきたんですねと、西村さんにはね。で、私は現実主義者ですから、だからこういうふうに見たときに、今ね、11月の頭で1日に2157名っていうことは、この紫の実践よりも上。 ゾーンの紫の幅のの幅帯ですねゾーンの上側の状態で推移していると判断しますよね。それからするとに、えー、12月に入ってくるとどういうことかというとあ、まあ、ちょっと上かわからないけど、まあ、紫の実践でもいいです。12月に入ってくるといずれ、えー、っと12月のエンドぐらいで2806人。 6名という4月14日の記録をアメリカでは更新しそして最終的には3000人近い状態まで行くでそして徐々に徐々にいきなり下がるんじゃなくて徐々に徐々に下がりつつ行って、えー、最終的には、えー、2月のエンドでも2000人を超えた今と同じ状態1日あたり死んでいくということですからね。これからずっと <laughs> ね、それからずっとで日本はそうなってないから安心って思ってる人いたら大間違いで最初に言った通りに、ね、今アメリカで経済止まりますって。 でアメリカ止まったらやば,やばいと感じませんかってことそれは日本の中だけで商売やってる人たちはあんまり意識しないかもしれないけど私なんかはやっぱりアメリカ人とこうビジネスをやってきたことがあるんで今はやってないですけどサラリーマン時代をやってきたんでだからアメリカやばくなったらやばいじゃんって思うわけですよねでそこでねいやアメリカの株価とか上がってんじゃんみたいな。 虚像,、ね、像の経済を信じてる人がいますけど実際問題考えてみてくださいって実際一日に2,000人亡くなったらその2,000人に携わっている人 ね、医療従事者だけじゃないですからねその人が生きてるということはその生きてきた、えー、中で会社にも行ってる人いるかもしれないし子供もいるかもしれないし孫もいるかもしれないし、えー、親もいるかもしれないわけですよねで親戚友達その人一人が亡くなったことによって、えー、その周りの人影響を受けるでしょ一番わかりやすいのは葬式とかでしょ、まあ、葬式やらなかったとしても自分の、ね、例えば親とかが亡くなったら一回仕事辞めて、えー、帰るでしょ。 1>, で1日に2,000人に対するそのぶら下がっている家族とかそういうのに含めたら。 相当の人が経済活動を止めるってことを停止して、えーまあ、今だから移動制限とかあるかもしれないから亡くなっても死に目に会えないで、えー、どっか遠くアメリカのね例えば東部で働いている人が自分の親が西部に住んでたら、えー、飛行機で今この時期だから行けないから亡くなっね死に目にも会えない状態で、えー、ずっと喪に服してるかもしれないけどねあ、まあ、逆に仕事してるかもしれないけども,うもはや行けないからねテレワークとかで仕事してるかもしれないけどもね。 だけどそういうふうにだから経済界と止まるわけですよねでそしてじゃあ日本はどうかっつったら日本は1日に2000人も亡くなってないのに旭川見てくださいってだから ICU の病床数とかが全然違うのアメリカとね <laughs> アメリカと ICU の病床数とかが違うってことでしょまずはね旭川なんて今あの医療入院調整とかが必要なんですよ旭川で何人亡くなってますかっていう話 これ、なくなり始めたら、これ、時間差でやってきますからね、こういう ICU とかが逼迫してきて、なくなる人が増えてきたら、時間差でやってくるわけですよ、そういうやばい事態がね、停止する事態が。だから今、政府がこのアメリカで起きていることを、 よく見ない直視しないというのは私にはちょっと信じられないで信じない上で経済担当省が、ね、ここ3週間が勝負であるみたいな、ね、その緊急事態も出すのもやむないというふうに言ってること自体が私にはちょっと信じられないんですよね。このアメリカの惨状とかを見てるのかとね1日に2157人ですよ。ね 日本人が数ヶ月かかって亡くなった人が1日で亡くなるってどれだけのダメージがあるのかいやアメリカの本が人口多いですって言うかもしれないけど3倍ぐらいでしょ日本人のね,ね <laughs> でそれが日本では起きないいやそれはそうかもしれないこの緑とか点線のようになればその波が緩やかになる逆に言ったらならばこれですよねえー、っと このシミュレーションから言うとアメリカ人が日本人みたいにマスクとかしたならば、まあ、12月とかまではほとんど変わらないってことだからね今増え始めてるのは変ってこと死者がだから日本で今あの夏どころとかより死者が増え始めてるのはマスクとかしてるんだけどもそれ以外の要素の方がでかいってことでしょ GoTo なのかわからないですよ、私はね、GoTo to なのか <laughs>、違う要素なのか、アメリカ、アメリカとか外国から規制緩和して、ガン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 外国人、今結構見ますよね、田舎でも見ます、外国人がいっぱい入ってきてるせいなのか、それはわからない。それとも政府が言う通りに、気の緩み、ふんどし,ふんどしを占めてないからかもしれない。日本人の多くの人がふんどしを占めてないなか ななのかもしれないマスクはちゃんとしてるけどふんどしは閉めてないからさすがにねさすがにふんどし私閉めてなかったからそのせいかもしれない、ね、ふんどし緩いからキュッて締め直したらもしかすると、あのー、増えないのかもしれないこの緑の実践ね緑の実践と同じようにいくかもしれないでもこれ見てください緑の実践1月来年の1月中旬ぐらいから2月にかけて上がってきますからね そういうふんどしを締め直してマスクをしても上がってきますじゃあ上がってくるということはどう,どうしなければいけないかって言ったらこれがアメリカだったらロックダウンをある基準で持ってて1日あたり1500人を超えたらロックダウンしましょうとかそういうことでしょ。はい以上です